それではもう間もなくいたしまして始めさせていただきます。本日大変お暑くなっております。恐れ入りますが、それでも前の方にお詰めいただきますようお願いいたします。どうぞ前の方にお詰めください。皆さんの拍手をいただきながら登場してまいりました。ご覧の通りいろんなことが言われておりますが、大変元気でございます。いただきます。まずはじめに開会の言葉、赤坂選対副委員長お願いいたします。
賞を選出したいと思います。この意味であと4分で頑張っていただきたいと思います。お願いいたします。ありがとうございました。続きまして小林美希夫選対委員長よりご挨拶をさせていただきます。皆さんおはようございます。こんなにも多くの皆さんに、ご出席をいただきまして出陣式ができますことを心から御礼を申し上げます。そして今回の市長選挙は現職元職を相手にした大変激しい選挙になることが予想されております。今後の鹿沼の4年間を決める本当に大切な大切な市長選挙でございます。今回の市長選挙は新人の富下公栄が素晴らしい政策を掲げ、それを現職と元職が批判をするという、とても考えられないような選挙戦が今行われております。我々は自民党そして公明党の多くの皆さんのご支持をいただいて、そしてこの7日間何としても鹿沼を取り戻すということで、皆さんの熱いご支援を心からお願いを申し上げまして、選対からのお願いとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なお本日は大変お忙しい中、多くのご来賓の皆様にもお越しをいただいております。ご挨拶をいただいてまいります。まずはじめに衆議院議員西川光也様お願いいたします。拍手をお添えください。皆さんおはようございます。多くの同志の皆さんがこのようにたくさん出席をして出陣式を迎えました。戦いはこれからの1週間でございます。自民党がそして公明党が自信を持って推薦をした富下公平さんでございます。そして県議会の神谷小林良先生も先頭に立って頑張ってくれて、市議会も一丸となって頑張ってくれていると、この選挙そしていい調子でここまで上がってきたと思います。最後の1週間をみんなで盛り上げていけば必ず勝利できると私は信じております。どうぞ皆さんの一層のご奮闘を心からお願いを申し上げます。この大きな鹿沼市をどう作る、大切なことで市民が一番心配していると思います。国の補助金はある程度は働きかけがなくても公平に分配されてきます。しかし分配だけでこの町が発展しましょうか。人口減少の日本国内がそういう状況の中、市町村は競争して町づくりをしなければなりません。そしてその町づくりのために先頭に立った人が県議会議員あるいは市議会議員、町の有力者の皆さん、そして市民の声をよく聞いてどういう方向に持っていくかと、これが市長の仕事だろうと思います。私は農林水産関係の責任者をやっておりますが、そちらの方は責任を持って農家からの信頼をもらえる制度を作り上げつつありますし、必ずそういうことを実現して地方を豊かにしていきたいと思います。この鹿沼市は一番発展の可能性があるのは鹿沼のインターチェンジでございます。これを最大限利用して、そしてどういう施設が来てもらえるか、そして鹿沼からどういうものを運び出すか、これをみんなで考えて素晴らしい町をさらに発展させていかなければならないと思います。この1週間頑張り抜いて必ず目標を達成すると、こういうことを誓い合ってご挨拶にさせていただきます。
よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして自民党栃木県連幹事長石坂真一様、お願いいたします。おはようございます。ご紹介いただきました県連幹事長を務めております石坂真一でございます。本日は富倉公平さん先頭に立って鹿沼をもう一度取り戻そう、そういう思いで多くの皆さんがお集まりをいただいて出陣式ができる、そして神谷小林両県議とともにこの鹿沼を栃木県の玄関口をしっかりと取り戻そう、こういう思いを持って多くの県会議員が今日は応援に駆けつけてさせていただきました。石川先生からお話があったように自民党公明党責任を持って公認推薦をさせていただいて、この地域は何としても光り輝く地域にしなければならない、こういう思いで我々はマイクを握っております。現職は借金を減らしたことを自慢しているようでありますが、何もしなきゃお金は返せるんではないですか。皆さん家庭でも1ヶ月一度家族で食事をしたり旅行を行ったり、これで笑顔が取り戻せるんじゃないでしょうか。何もしなければ家庭も企業も良くならないのは皆さん分かると思います。真岡市は今人口8万人です。私の地元であります鹿沼より小さい町で市であります。しかし栃木県一のマンモス小学校があるんです。入りきれないんですよ。そして今小学校を新しい2つ増築するんです。なぜ人口は全国的に減っているけども小学校がどんどん足らなくなるんですか。皆さん子供が増えてんですよ。住みやすいんですよ。鹿沼は減る一方なんですよ皆さん。それはいち早く真岡は小学校に全部エアコンが入ってんです。中学校にも入ってんです。そのお金は全部国の金でやったんです。金の使い方が上手なんですよ。それは県にも国にもパイプがある市長だからできるんじゃないでしょうか皆さん。それをやれるのは富倉公平さんであるわけであります。西川先生が言ったようにある一定の補助金は来るかもしれないが、これを勝負を決めようという時にはパイプがなきゃ何もできない、これが今の鹿沼ではないでしょうか皆さん。それには何としてもこの戦い勝っていただかなければなりません。市長選選挙は100点から0です。99点はないんです。何としてもこの1週間皆さんの力で富倉公平市長を誕生させていただきたく、心からお願いして推薦のご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして衆議院議員船田はじめ様、お願いいたします。皆さんおはようございます。いよいよ鹿沼市長選挙が火蓋を切って落とされました。本当に多くの皆さんにお集まりをいただきました。今全国では1700ほどの地方自治体がございます。一部を除いてほとんどの自治体はやはり人口減少に悩まされている状況にあります。これを打開するには地方創生の歩みをしっかりとしなければいけない。しかし現状での鹿沼はなかなかその歩みが進まない、こういうことにあると思っております。幸い富倉公平さんは人格的にも名前の通り公平無私でございます。そしてこれだけの国会議員県会議員そして市会議員の多くの皆さんが応援をしております。自民党公明党の推薦もいただいております。何としても富倉公平さんを当選させてこの鹿沼を良くするチャンスを皆さんの手で掴み取っていただきたい、心からお願いいたします。あ
ありがとうございました。続きまして参議院議員上野道子様、お願いいたします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました参議院議員の上野道子でございます。いよいよ富倉鹿沼市長候補者の出陣式の日が参りました。皆さん、負けるわけにはいかない選挙でございます。これからの街づくりは今だけ良ければいいという街づくりでは納得いきません。これからは国のパイプをしっかりと活用した未来につながる街づくり、さらには持続可能な社会を実現する街づくりを進めなければいけないと思います。なのに今の鹿沼市はいかがでしょうか。現状維持、発展性がない。これでは鹿沼市民の皆様にも夢や希望が広がりません。しかも人口が減少していく、このままでいいのでしょうか。その通り。そのためには何としてもこの鹿沼をしっかりと支えて鹿沼市民の皆さんを引っ張っていってくれる強いリーダー、しっかりとした信念を持っているリーダー、さらには鹿沼を愛し本当に皆様方のために汗の流せるリーダーが必要なんです。ここにいらっしゃいます。輝いています。ますます富倉さんが輝きを増すように皆さんのお力を最後までお借りしたい。どうか負けられない選挙、私の次の選挙にもつなげていただきたい。そのためにも、そのためにも、そのためにも、ぜひともぜひとも最後まで最後までお力をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして参議院議員高橋克典様、お願いいたします。おはようございます。西川先生からご挨拶ありました。西川先生は今日本の農林水産業の司令塔として頑張っています。だから今チャンスなんです。一つだけ事例申し上げます。ヨーロッパで開発された CLT 直行修正板という技術があります。オーストリアでは9階建ての集合住宅、役所、ホテル、そういうものがどんどんこれで建っている。やっと日本はこの CLT 直行修正板を国を挙げて日本全体に広げようというそういう体制が整いました。この直行修正板、コンクリートの5分の1の重さ、強度は同じ、火にも燃えない、そして軽いから土台はその分安く仕上げることができる、工期は3分の2で済む。この素材は日本の建築界をこれから変えようという素材になります。CLT を推進して地方創生を実現する議連というのが金曜日、おととい立ち上がりました。西川先生にはその先頭に立っていただきます。私は副会長です。そしてこの CLT の工場、バイオマス発電、そして栄材は当然建材になるわけですが、柱とか梁にこれを組み合わせることによって栄材、 B 材、 CD 材全部フル活用していく。そしてバイオマス発電に端材を使っていく、カンナクズを全部使っていく。この一連の木材クラスター、当然そこには路網整備も加わるんです。この木材クラスターで170億円の経済効果、700人の雇用が生まれる、これが研究結果として出てるんです。日本全国今どんどん手を挙げてくれているんですが、残念ながら県内で一番この可能性のある鹿沼市が手を挙げてくれていないんですよ。我々は富倉市長に手を挙げていただいて、例えば今言ったのは一つの事例ですけども、そういう形で鹿沼をなんとか蘇らせたい。そのために
富下市長と一緒に仕事をしたい。そのために当選をさせてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして公明党栃木県本部代表山口恒夫様、お願いいたします。おはようございます。公明党県代表を務めております山口恒夫でございます。いよいよ富下公平さんの出陣となりました。公明党は3月24日に富下さんを鹿沼市長選の真っ先に推薦を決定させていただき、自民党さんとともに現在まで各地各所で富下さんの PR 活動を行ってまいりました。この事務所にも今日は野沢西村両県議、そして地元の市議である鈴木市議も今参上つかまつっております。我々も全力でもって富下さん大勝利に向けて頑張っていく決意であります。富下さんの公約は7つのゼロを目指す。この後ご本人からもるるお話がありますが、今各先生方からあった通り人口減少対策、これが最も喫緊の課題であり、全国各市町村が取り組んで一生懸命やっているわけでございますが、それでもなかなかできないわけでございます。その難しい政策ではあるけれども、これを真っ先に7つのゼロとして富下さんが公約に掲げた、これが今鹿沼に最も大事なんではないでしょうか。私たちはそれにしっかり賛同してしっかりと応援してまいる決意でございます。今日から改めて意識改革を持って皆様と一緒に団結をして必ず勝利を勝ち取ってまいりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日その他多くのご来賓の皆様にお越しをいただいておりますが、時間の関係上ご紹介をさせていただきます。まず参議院議員堀内恒夫様、秘書の長男で堀内康文様、元県議会議長の板橋和義様、栃木県議会議員会長の木村義文様、総務会長高橋文吉様、その他この前の方に県内の県議会議の皆様たくさんお越しいただいております。申し訳ありません、ご紹介ができます。ありがとうございます。よろしくお願いします。そしてこれもまたたくさんの激励電報いただいておりますが、時間の関係上一通のみご紹介をさせていただきます。必勝地域陣営の総力を挙げ一丸となって戦い抜かれますようお祈りを申し上げます。自由民主党栃木県支部連合会会長衆議院議員茂木敏充様、その他たくさんの激励電報いただいております。お許しをください。さあそれでは大変お待たせをいたしました。ご覧の通り大変元気でこの鹿沼市東本清掃してまいりました。いよいよ本日スタートでございます。我が富下公平、ただいまよりご挨拶をさせていただきます。大きな拍手お送りください。ご紹介いただきました富下公平でございます。自民党公明党ご推薦をいただきまして、本日鹿沼市長選に立候補いたしました。どうか1週間私と共にこの選挙戦を戦い、そして勝利に向けてご支持をいただくことをまずもってお願いを申し上げておきたいと思います。よろしくお願いをいたします。ただいまは多くの西川先生をはじめ、石高幹事長の方からも、それから県会議員の皆さん、さらには
国会議員の参議院の先生方の皆さんから大変な激励をいただきました。厚く御礼を申し上げたいと思います。皆さん方のこの鹿沼市に対する思いというのは私以上のものがあるなというふうにも感じましたが、私はそれ以上のものを持っております。なんとか鹿沼を変え取り戻し、そして再び鹿沼が県内で輝ける都市になるよう3月1日に立候補を表明してから今日まで様々な場面でまた様々なところで皆さん方にお訴えをしてまいりました。私はこの人口減少をどうするか、これが一番問題であり喫緊の課題だと確信をし、さらには視聴者60億円を建設費用に回して建てるというこの視聴者の建設に対して白紙撤回を求め、その財源に対しては今やらなければならないことを着実に実行して、後の市民の負担に応える、そういうことを考え、2つの約束事をさせていただきました。地域創生の中で現在この鹿沼市に置かれている状況は非常に疲弊し、本当に経済が停滞している状況にあります。今石坂幹事長が申されたように、真岡に比べて鹿沼は非常に見劣りをしている。県会議員がいくら頑張っても市長がそれなりの考えを持ち実行を決断をして実行をしていかなければ何にも変わることがない、そのように感じております。そのようなことも訴え続け、現在この鹿沼市をなんとか元の鹿沼市に取り戻すための対策として7つのゼロというものを掲げました。本来公約はオブラートにくるんだような公約がほとんどであります。しかし私は具体的に具体性を持って財源も確保し、それを皆さんに提示をさせました。この7つのゼロというのは確実に4年間で実行する、私が皆さん方にお約束するテーマでございます。必ず実行していきたい、そのように強い決意を持って皆さん方にお訴えをこの1週間さらに続けていきたい、そのように思っています。人口減少が起こることは経済が低迷し、皆さんの所得が少なくなり消費が減るということであります。それが連続的に起これば経済はますます疲弊して負の連鎖が続くわけです。人口は6万人7万人になってしまいます。そのような状況の中で鹿沼市は他の町に比べて、また市に比べてさらに皆さん方が住みにくい都心になってしまう。今住みよさランキングなども発表されますが、真岡に比べて鹿沼の場合は下から数えて2番目です。非常に寂しい思いがいたします。若者がどんどん流出をしてしまいます。ここで暮らし育ち、そして生活をして子育てをし教育をし医療を受けて心豊かに、そして経済的にも負担がなく健やかに暮らせる地域社会ではないということをこのランキングが物語っているんです。これをプラスに転じて私は11万都市を目指したい、そのようなことを掲げました。11万都市を目指すということはこの7つのゼロを実行することで必ずや可能である、そのように私は確信をしております。
私は富久田浩平です。今鹿沼市は大変荒れた電波があり、河川の改修なども非常に遅れをとっています。この鹿沼の荒れた大地を取り戻す、そして富を生み出す、さらには皆さん方と共に公平に公正であり続けたい、平らに耕して本当に鹿沼が住みよい町に、光り輝く都市になることを皆さんと共に私は作っていきたい、そのように考えております。どうか私の意図することを十分にご理解をいただきまして、この1週間勝ち抜いていきたいと思います。私は負けるわけにはいかないんです。これだけの応援団がおります。そして本当に力強いご支持してくださる皆さんがおります。鹿沼市を取り戻して、鹿沼が猛火に遅れを取らないような素晴らしい鹿沼市になるよう、皆さんと共に一緒になって戦いと、そのように強く今感じております。どうか皆さん方にさらなるご支持をお願い申し上げ、挨拶にさせていただきます。よろしくお願いいたします。富久田浩平よりご挨拶をさせていただきました。ありがとうございました。そして吉祥騎士、ここで開眼式だるまの命令を行います。恐れ入ります。準備をお願いいたします。だるまの命令をしていただきますのは、後援会会長の福田武史、そして神谷幸信選挙事務長、小林美希夫選対委員長、そして候補者富久田浩平でございます。では会長お願いいたします。